はい、皆さんこんにちは。たびたびの、動画アップロード申し訳ありません、本日2回目のアップロードになりますけれども、カナリア軍団の、煙取りの2回目のアップロードになりますけれども、本日は平成30年2018年、11月6日のですね、火曜日の今もう夕暮れです、秋のちょっと冷たくなりましたね。気温が下がりました、冷たい雨が降っておりますけれども、なぜ2回目のこうかと申しますとね、先ほど、改めてね、もう一人新しくね、カナリア軍団のメンバーにね、入ってくださるという方がいらっしゃいましたのでね、できるだけ早く、メンバーの皆さんにね、お伝えしたいのと、あとできるだけ早くね、その発信された動画をね、皆さんに見てほしいので、2回目ですけども、アップロードさせていただきました。今回新しく入ってくださった方はね、ハンドルネームはですね、またあれなんですよ、また猫なんですけどね、猫虹さん、猫に虹のレインボーの虹ですね、だからレインボーキャットっていうんですか、そう、英語の方が分かりやすいですけどね、猫虹さんというですね、女性の方だと思いますけどね、新しく入ってくださいましたですね、早速ね、動画をアップしてくださいました。で、三重県です。三重県在住でですね、三重県北部とおっしゃってましたね。で、早速動画拝見しましたけどね、まあ、いくつかの写真をね、つなげてくださったんですけども、これ三重県の方も全く同じでね、まあ、かなり相当激しく巻いてるということでね、まあ、日本全国激しく巻いてることってことがわかるんですけど、ぜひ、その新しく入られたね、猫日さんのこともですね、それから先ほど申し上げましたね、ピグアメーバさん、だから、名前忘れちゃった。ゲンナルさんだっけ。すいません、名前忘れてね。どんどん新しい方が加わってるんですけども、音楽始まりましたね。もう夕方ですね。そういうことで、新しく始まりましたね。猫虹さんのこともね、よろしくお願いします。で、アドレス書いておきますのでね、ぜひご覧ください。で、またいろいろとね、コメント交換し合ってですね、仲間になっていただければと思いますのでね、皆さんよろしくお願いします。とりあえず以上です。